域情報をお知らせします。はじめに東関東道上り線の情報です。高野ジャンクションを先頭に湾岸千葉インター付近まで8キロほど交通集中により渋滞しています。続いて下り線の情報です。高野ジャンクションから板子インターまでの区間では順調に流れています。引き続き新空港道上り線の情報です。新空港インターから成田インターまでの区間では順調に流れています。続いて下り線の情報です。成田インターから新空港インターまでの区間では順調に流れています。引き続き京葉道路及び立山道上り線の情報です。穴川インター付近を先頭に1キロほど、また船橋料金所を先頭に8キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて下り線の情報です。船橋料金所付近を先頭に交通集中により渋滞しています。引き続き立山道木更津南支線上り線の情報です。木更津南インターから木更津南ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて外環通りニューアル工事のお知らせです。3月31日夜22時から4月3日朝5時まで美女木から和光北の内回りで終日工事車線規制を実施します。激しい渋滞が予想されますので、迂回や利用時間帯の変更にご協力をお願いします。